久保さん暑い、暑いっすね。朝風呂入ってきました。暑いっすね。<laughs> 寒かったり暑かったり。あの、ね、あの、日本は四季があって、春、春、夏、秋、冬か。で、昨日ちょっと対談取ってたんですけども、あの、福岡の撮影終わった後、また収録があって、でそ,のそこでちょっと話してたんですけど、あのよくね、 あのもう今年も終わっちゃいますねみたいな。早いっすねみたいな、みんな言うじゃないですか。それ、毎年言いますよね、多分。多分、毎年口癖のように多分言うと思うんですよ。まあ、言わない人もいるかもしれないですけど、結構な割合で、ああ、早かったね、今年も。って言う人が多いと思うんですね。で、それ何回続けるのっていう。<laughs> いや、早いよっていう。いつも早いじゃんっていう。な、何を学んできたみたいな。<laughs> 何を学んだんだみたいな。ああ、今年も終わっちゃうね。 ああ、今年も変わらなかった。結局、途中で辞めちゃったな。それ何回繰り返すのみたいな。人生終わっちゃうよ、という話で。あの、本当ね、もう最近、年取ったからこそ、あの、すごく思いますね。だから逆に、その、年取って、良かったなっていうところが、その、時間の価値を、 もうめちゃくちゃ感じるようになれたっていう若い時は時間が無限にあるように思えたわけですよでも今本当に逆算して考えるともう僕はあと 1, もう1年未満で40歳になるしあと10年ですねああ今年も終わったああ今年も早かった10回繰り返したらもう50歳なんですよ50歳になったらいや50歳これからだみたいなねまあその、うん、いいコピー言葉メッセージもあるかもしれないですけども まあ、あの人生の半分終わってますからね、まあ、100年まで生きると仮定したら50歳だったらもう半分まで終わっちゃってるんですよ <laughs> でその前半の半分と後半の半分全く違うんでできることができなくなるんですよ後半はだからあの後半の何十年かっつうのはやろうと思ってもできなくなる時間が多くなってくるんですよ必然と病院のベッドで酸素マスクしてやりたいことできないじゃないですか もう病気にかかってねあの酸素マスクし,してた時になんかやりたいと思ってもやれないですよねじゃあその1年その1年も 1, 1年なんですよで今年の1年も1年なんですよで今年の1年は動けたでもその死ぬ前の病気にかかってあのベッドに入ってる1年は何もできないですよでも同じ時間なんですよねこれねほんとね年取ってよかったなと思うのがそこの何だろうな 時間はめちゃくちゃゃく有限だと一番世の中に価値があるとするならば、時間だなっていうふうにもう圧倒的に思える。だから圧倒的に思えるからこそ、やりたいことやるし、挑戦することするし、辛いことができることすら幸せっていうか、今挑戦できる、辛いことなんかは、年取ったら絶対できなくなるし、うん、なんか若いうち、なんかいっぱいやっとけみたいな話は、まあ、年寄りがよく言うんだけども、分かりましたね。 もう本当にわかる <laughs>。そう、若いうち何もやってこなかったら、な久保さんもね、まあその40から始めましたけど、40の時がむしゃらにネットやってなかったら、今ないですよ、隠居なんつうのは。あの時やってなかったらね、今ないですよ、本当に。まあ僕もそうですけどね、僕も20代の時に、あのネットビジネスぐわーやったから今があるし、うん、そう、ね。久保さん毎日セミナーしてたしね、毎日なんかセールスしてたし、 うん、ブログも1万サイト作ったし、うんそういや、本当ね、今年も終わりますねっていうフレーズを何回言ったら気が済むんだっていうね、<laughs> そんな言ってるからね、あの何も変わんねえんだって話で、うんまあ、僕はだからそれをすごく理解できたし、あのすごく熟知できたんで。 すげえ良かったなと思いますね。だから人より人生を濃く生きられる自信しかないですね。なんで人より濃い人生を送れる自信しかないかっていうと、人より時間の価値を理解してるからです。年取って。年取って理解できるようになったって話ですね。昔は若い時なんかはね、あの全然その理解できなかったですけど、もう時間が尊いですよね。うん。だから僕はあのもう、あのコンサル、マンツーマンコンサルはもうやりたくないんですよ。 その自分の時間取られるから。うんだからもう、新規でコンサルを大々的にセールすることはないようにしたいですね。<laughs> 売り上げがやばかったらコンサル売りますけど。うんま、時間がすげえ大事なんで、うんうん。そう。はい。ということで、いってらっしゃい。